ケウリ。日本ではキュウリよりも古くから親しまれ、その名の通り主に漬物として利用されています。完熟すると実が白っぽくなるので白瓜とも呼ばれます。畑の肥料は1平方メートルあたり最初に苦土石灰 100g、 コップ1杯くらい、堆肥 3kg、 バケツ3杯くらい、化成肥料 80g、 コップ1杯くらいを土に入れ、よく耕しておきましょう。その後も様子を見ながら化成肥料 30g を何回か与えます。気温が25度くらいになったら種を2粒から3粒ほどまき、その上から土を1センチほどかぶせます。本葉が1枚の頃に間引きを行い、苗を1本にします。ポットに種をまく場合は小苗になるまで育てます。本葉が4枚から5枚になったら畑に移して植えましょう。強い雨が降ると芽が出にくくなる発芽不良を起こすので、キャップなどをかぶせて苗を暖かく管理しましょう。本葉4枚を残して芯を摘み取り、子づるを2本から3本伸ばし、その子づるから出る孫づるの1節目に小さな実のついた雌花が咲きます。雌花のついたつるは葉を2枚残し、その先の芯を摘み取っていきます。果実を支える柄の部分が硬いので、ハサミを使って収穫しましょう。浅漬けにする場合は花が咲いてから15日から20日、目安としては20センチほどまで大きくなったら収穫の時期です。栽培のポイント。畑に直接種をまく場合は、株元に水がたまらないように土の高さをやや高めにしましょう。野菜本来の美味しい味を食卓へ。